大局賞は大官帝国の勲章。序列は大勲り課大呪章に次ぐ。勲章等大局大呪章の副章を配用するベルリン講師時代の陳螺捨てみ。配用している大樹は勲章等局実大呪章である。大局賞は1900年4月17日に発布された大官帝国直令第13号の勲章条例によって、 大勲位近尺大受章や大勲遺理科大受章などと共に制定された。名称は朝鮮の国旗である大極旗から取られている。大韓帝国の文官や武官を対象として彼らの役職における軍功を評価して授与された。大極章は勲一党から勲八党まで制定されていた。最高位の勲一党大極大受章は すでに君二等対局賞を受賞している一品管理や、陸海軍長官の中で在職5年以上のものに授与された。君一等対局大受賞に次ぐ、君二等対局賞も同様に、君三等対局中受賞を受賞したもので、在職5年以上の場合に授与された。君三等対局中受賞は、文部官の中で君四等対局賞受賞を受賞し、在職4年以上のものに授与された。 以下君四等太局賞受賞は、君五等太局賞受賞を、君五等太局賞受賞は、君六等太局賞受賞を受賞した文部館で、在職四年以上のものに贈られ、君六等太局賞受賞は、君七等太局賞受賞を、君七等太局賞受賞は、君八等太局賞受賞を受賞した文部館で、在職三年以上のものに贈られた。八等受は、 在職3年以上が受賞条件だった。基本的には上記のように、訓発等大局賞受賞から順に授与されるが、駅務に応じて初受賞時の訓等は異なっていた。大韓帝国の皇帝による直視をもって認じられる直任官の場合、一等官を5年以上務めた者、二等官を6年以上務めた者、三等官を7年以上務めた者に関しては、 その勲功に応じて、初受賞で、勲3等対局中受賞が授与された。4等官は、8年以上の在職で勲4等、対局賞受賞が授与された。直任官の会に位置する、総任官の場合、3等官以上の陸海軍左官の、うち9年以上の在職で、勲5等対局賞受賞が授与された。等以上の陸海軍以は、年以上の在職で、 君六等対局賞受賞が授与された。直任官や総任官といった直総官の階に位置する半任官の場合は、12年以上の在職で君七等を対局賞受賞が授与された。半任官待遇の管理や陸海軍軍曹のうち、優れた功績を挙げた者に関しては、その在任期間に関係なく、君八等対局賞受賞が授与された。また、 兵卒であっても特に優れた功績を挙げた場合は、これを受賞することができた。なお、直送官や、半人間で非常に優れた功績がある場合には、その時点の在職年数に関わることなく勲章の、授与や、勲章の昇進が行われた。外国人に対する叙勲は内規によって定められている。勲二等対局昇券勲一等対局。 大受賞副賞君3等、対局中受賞訓君2等、対局賞副賞君4等、対局賞受賞君5等、対局賞受賞君6等、対局賞受賞君7等、対局賞受賞君8等、対局賞受賞最高位で、ある君一等対局大受賞は、正明と副賞から構成される。正明は金星であり、直径は約7.6センチである。中央には、 金で縁取りされた青と紅の対局が廃され、対局を中心として四方に白色の光線が伸びる。大樹と正明をつなぐ中も同様に金星であり、上向きに咲く白い理科を三枚の緑葉が支える姿が描かれている。中の裏面には右横書きの天書体で勲功一等と刻まれている。勲一等対局大樹賞を廃用する際には、 赤字に2本の青い線が入った感動式の大字を右肩から左は消えたれ交差させたところに銃を取り付けて正明を下げる。副章は左胸に廃用する。略字の材質は大字と同様であり、青と紅ないの対局があしらわれた円形をしている。略字は通常のスーツや礼服を着用する場合に左胸のボタンホールに廃用する。君二等対局章は 君位刀対極大受章の副賞を兼ねている。直径は約九センチであり、君位刀対極大受章の正明同様金星である。中央には金で縁取りされた青と紅の対極が配され、対極を中心として四方に白色と銀色の二重光線が伸びる。地面には汎用金具が中央と左右の計三箇所に装着されており、汎用金具に挟まれるようにして、 縦書きの天書体で、訓行二等の陰国がある。訓二等大局賞の略樹は、君一等のそれと材質が同一だが、デザインは、やや異なっている。青と紅の対局があしらわれた円形であるが、加えて、対局の演習が白色で縁取られている。訓三等対局中受賞は、訓二等大局賞の副賞を兼ねている。直径は、 約5.5センチであり、材質は他の君等同様金星である。基本的に小も中もデザインは君一等のマッサーキと同様であり、中の裏面には右横書きの天書体で君高三等と刻まれている。中樹と小をつなぐ中は楕円型をしており、廃用する際は中樹を首にかける。略樹の材質やデザインは君二等のそれとほぼ同様だが、やや対極が小さく、 白色の縁取りは二重に描かれている。君四頭大極小受章は直径約4.5センチの金星であり、中の裏面には右横書きの転書体で君高四頭と刻まれている。デザインは君三頭と同様だが中の未成円形である。略字の材質は君三頭のそれと同様だが、デザインは大きく異なる。円形の略字は青、くれない。 白の三色からなる三大局が描かれている。この訓頭から小受賞となるが、訓四等の未小受に理科が付属する。訓五等大局小受賞は、直径、材質ともに訓四等大局小受賞と同一だが、中の未銀製である。中の裏面には、右横書きの天書体で、訓候補等と刻まれている。略樹の材質やデザインは、訓四等のそれとほぼ同一であり、 唯一三対局の演習が白色で縁取られている点に違いが見られる。訓六等対局小受章、訓七等対局小受章、訓八等対局小受章はいずれも直径約三センチの銀製であり、中の裏面には右横書きの点書体で訓高六等、訓高七等、訓高八等と刻まれている。訓六等の略樹は訓五等のそれとほぼ同一であり、 三対局を白色の縁取りが二重に囲んでいる点に違いが見られる。君七等の略樹は長型であり、中央には青と紅の対局が描かれている。君八等の略樹も長型であり、中央には青、紅、白の三色からなる三対局が描かれている。小樹上の場合は、中で章をつなぎ、左胸に配用する。ありがとうございます。